こんにちは。私は奈良県立医科大学医学部看護科1回生の岡田みのりです。今日は奈良県橿原市にある奈良県立医科大学附属病院に参りました。こちらにはたくさんの診療科がありますが、今日は麻酔科について勉強していきたいと思います。3階の手術室に来ました。手術の麻酔について学んでみたいと思います。中央手術部の江川と申します。当院では15室の手術室がありまして、1室はハイブリッド手術室となっております。そういった中、昨年度は麻酔科管理症例で5550例の手術が行われております。心臓外科の手術が約200例、先天性心疾患手術が50例、脳外科手術、小児外科手術と、多数の手術がここでは行われております。麻酔科8年目になります。赤崎優香と言います。今日は70代の女性の肺がんの手術の麻酔をさせてもらっています。硬膜外麻酔と全身麻酔の2つで管理していて、術前ちょっと不安のあるっていう方だったんですけれども、比較的落ち着いた状態で来られてちょっと安心しています。普段は麻酔と集中治療の方で担当させてもらってて、昨年までは小児の専門施設で研修させてもらってたんですが、こちらに大学に帰ってからは成人の症例も当ててもらっているので、もう日々いろんな症例を担当させてもらってます。普段は眠ってらっしゃる患者さんのそばでずっと見ているだけなので、あんまり患者さんが直接的にありがとうっていうふうにはもらえないところがちょっと寂しいなって思う部分もあるんですけれども、手術の後にすごく楽でした、ありがとうって言ってもらうとすごい良かったなって思います。あとは集中治療の方で患者さんがすごい重症な状態で入ってこられるんですけれども、その方が良くなったって言って病棟の方に帰られるとき、すごい嬉しいっていう感じでやりがいを感じています。城本奈々です。今卒業4年目で麻酔科で働いています。朝は、準備から始まって、その患者さんの起用歴とか、あとは患者さん の体格とか体型とか、そういった、いろんなことを鑑みて、その患者さんに合った、一人一人に合った、準備をすることから始めていきます。でその後は実際患者さんにお会いして、で点滴を取ったりとか、眠っていただいたりとか、あとは呼吸の管理をしたり循環の管理をしたりして、手術の進行具合に合わせて麻酔の振動を変えていきます。でその後手術が終われば、患者さんができるだけ体の負担が少なくなるようにしっかり麻酔から目覚めていただいて、で病室もしくは ICU に送り届けます。でその後は患者さんの術後の様子、どうされているかっていうのを、病棟で伺ったりとか、あとは呼吸の管理とか循環の管理は引き続き ICU ですることなんかもあります。そうですね、患者さんはやっぱり麻酔を受けに来られるというよりかは、その麻酔をかけて手術をする、何か病気を治したりとか、痛みを取ったりとかっていう、その先の治療が目的で来られていると思うんですけど、その患者さんが少しでもこう日常生活を取り戻したりとか、あと今の生活から少しでも良くなるようなお手伝いができたらいいかなというふうに思っていて、麻酔科は外科の先生とかと比べると前に立ってというわけではないんですけど、その逆に陰で縁の下でって支えるっていうところがやっぱりかっこいいかなというふうに思っています。木本茜と申します。麻酔科は、研修医になるまでは全くどんなことをしているのか分からなかったんですけど、研修の必修科で麻酔科を回らないといけなくなった時に、その時に麻酔を教えてくださった先生の下で、手術の時お腹が空いたりたくさん血が出たりしている状況っていうのは、日常的なことなんだけど、そういうことが例えば道路で起こってたりとかしたら必ずその人亡くなってしまうと思うんですけど、ただ手術室に来てもらって麻酔科がかけた場合においては、同じように笑顔で帰っていくことができるっていう、部屋を抑えてすごいことが起こっているのにわからないままに出られるっていうことがすごいなというふうに思って、麻酔って面白いなと思ったのがきっかけです。阿部隆一と言います。麻酔科医師として働いて18年目です。僕は手術の麻酔が主なので、
手術室で、全身麻酔で手術を受けられる患者さんに麻酔をして、で、その、手術中の麻酔の管理を行うというのが主な仕事です。それ以外だと、学生とか研修医の先生もたくさん来られるので、その方々に、教育も兼ねて教えたりとか、そういうこともしてます。右手の人差し指を上の歯で、親指を交差させて、下ベロと後頭蓋の間にもうちょっと度胸の先端をもうちょっと頑張って進めて、やっぱりこういう、人形っていうかシミュレーターっていうんですけど、実際にやってもらう方が興味も湧くし、学生の子とか研修の子も自分の手でやってるっていうのが充実感につながるんで、できるだけこういうシミュレーターを使った実習を、座学ね、口だけの座学だとあんまりよくわからないんで、こういうシミュレーターを使った実習っていうのをできるだけ心がけてます。現在、医局員の数、関連病院も含めてもうすでに100名を超えるように、なっております。関連病院の、先生方とも連携し、大学病院そして関連病院が、シームレスな形でですね、互いに情報交換、そして知識の共有、技術の共有等を行っていけるように相互交流を深めて、おります。やっぱり緊急手術と結構ドタバタするので忙しいんですけど、その患者さんを、患者さんの命を守ってるっていう意味ではすごくやりがいがあるので、今手術麻酔中心にやってますけれども、後々は集中治療、あとはペインクリニックにも興味を持ってますので、幅広くやっていきたいと思っております。麻酔だけじゃなくて、集中治療だとか、あとペインクリニックや、あと産科、小児科に特化した麻酔というのも私たちには選択肢としてありますので、何か一つ自分の、得意なものというか、サブスペシャリティになるようなものを一つ得られればいいかなと思ってます。3階の集中治療室に来ています。こちらでの麻酔科医の仕事について勉強してみましょう。ここは術後の患者さん、術後引き続き治療を必要とする患者さんが入ってくるというのと、院内発症の、重症患者さん、呼吸不全とか、呼吸不全と心不全と合併しているとか、肺血症の患者さんとか、そういった方を主に治療しています。手術中 の、 全身管理を武器にして、患者さんの循環管理、呼吸管理、そういったものを中心に、もともとその集中治療室っていうのは麻酔科医がやってきたっていう日本の歴史があるので、そこから基本的には麻酔を基礎にした集中治療っていうのをやってます。術後もその引き続きその大きなスパンで、例えば1週間とかそういうのスパンでその急性期を乗り越えるっていうのにすごい ICU っていうのは必要なので、そこの管理をなくして手術室だけでストップしてしまう管理というよりも、その引き続き ICU を持って管理するっていうのがすごい麻酔科医にとって大事だし、でそれがないと治療できない疾患もあるので、ICU がある病院に麻酔科医として、それも ICU を麻酔科医が見ているというところで働けるというのは麻酔科医、特に奈良医大の魅力じゃないかなと思ってます。この部屋窓が困難なんで、ちょっとでも景色を見てもらおうと思って疑似窓っていうのをつけてます。朝は光がこう入ってきて、朝を迎えたなっていう感じがするし、こう殺伐とした ICU というところに何かこういう温かみがあったりとか、コミュニケーションがみんな取れたりで、そういったことで今までにはなかった力を利用して、同じ方向に向かって治療が向けれるような一つのツールとして入れさせていただいたっていうのが、これもICU っていう儀式的なこの空間を楽しい、絵を使って、なおかつ扉の
絵もつけて、まあ、外に向かってこの部屋から出ていけるように元気になっていけるように、まあ、そういったものをイメージしてこの部屋を作ってあると。今後は映写機とか使ってプロジェクターとかを使ってもっと大々的に、まあ、部屋とは違うようななんか広場にいるような感じにしていきたいなと。やっぱり診療するのはまあ当然なんですけど、やっぱり大学病院なんで教育をするということと研究をするということが非常に大事だと思ってます。その疑似窓とかああいったお部屋っていうのはうちの ICU での今後の研究の大きな一つの柱になると。他にもいろいろ研究はやってるん でこういった奈良っていう、まあ、ちょっと地方のところから世界に発信できるような研究ができるっていうのはすごい僕としては充実してます。こちらは1階にあるペインセンターです。麻酔科の先生たちがペインセンターでどんなことをしているのか伺ってみましょう。どんな痛みですか？ずっと痛い。奈良県立医科大学附属病院ペインセンターの病院教授をしております渡辺圭介です。痛みを訴える患者さんの治療をしております。対象の患者さんとしては腰痛症や頸椎症の患者さんが多いです。あと帯状疱疹後神経痛帯状疱疹痛の患者さんも非常にたくさん来られています。ゆっくり患者さんのお話を聞くということももちろん大事です。あとお薬の治療もしておりますが、うちのペインセンターは、ブロック治療注射の治療が主な特色となっています。こういったレントゲンの治療は年間3000例をやっております。あと超音波を見ながら注射をしたりということをやっております。痛みの患者さんの痛みを減らしてあげて、次回来られるときに患者さんが非常に喜んでおられるのがすごく楽しいです。あと痛みがなかなか取り切れなくても定期的に患者さん来ていただいて、交流できるところが非常にやりがいのある仕事だと思っています。こちらは3階にある手術器管理センターです。こちらでの麻酔科の先生のお仕事について勉強していきたいと思います。それでは中に入ってみましょう。はい、奈良県立医科大学麻酔科教授の川口正彦です。よろしくお願いします。はい、手術器管理センターでは手術を受けられる患者さんの、まあ、手術前あるいは術後の、まあ、サポートをしようということで、まあ、術前術後の管理を主に、させていただいています。以前は、まあ、手術の直前に見させていただいて手術を受けて術後ということをやったんですが、最近はできるだけ早い時期、外来の時点で手術が決定したら来ていただいて手術に向けて準備すると、最近はそれをプレハビリテーションというんですが、それで体力をつけていって手術に、まあ、耐えられるような体を作っていく、手術というストレス大きなストレスがあってもそれに耐えて回復していただくというふうなことをサポートしようということでしているところです。でこの我々麻酔科以外にも看護師さんであるとか薬剤師さん、歯科とか歯科、衛生士さん、それから理学療法士さんとか管理栄養士さん、みんなでいろいろな側面から、その患者さんの、まあ、手術に向けた準備をしていくということになっています。やはり手術前に準備して手術後に患者さんが合併症なくちゃんと回復されているのかということを来ていただいて、まあ、手術に伴うあるいは麻酔に伴う合併症の状態を、まあ、お聞きして、まあ、必要であれば、ね、いろんな治療をさせていただくということになっています。1階の緩和ケアセンターに来ております。緩和ケアについて勉強していきたいと思います。緩和ケアセンターというところで働いています。篠宮俊明と申します。ほとんどなんですけども、まあ、がんの患者さんですね。がんの患者さんの治療を当たってるんではなくて、まあ、治療において、まあ、いろんなおつらい症状が出てきたりとかね、あるいはがんによっていろんな、痛みですとか、ね、倦怠感ですとか、さらには、まあ、気持ちが落ち込むとかね、いろんなそういう方々がおられますので、そういう症状を和らげながら治療を頑張っていただく。そして、家族さん、患者さんだけじゃなくて家族さんも、ケアしていく。でそれを、まあ、私医師だけではなくて看護師とか臨床心理士とか薬剤師、いろんなものがチームでね関わらせていただいてます。でまだまだね緩和ケアっていうのがね知られてないというのと、まあ、認知は少しずつできてきたんですけどね、緩和ケアって聞くだけで
私はまだまだそんなんじゃないとかね、なかなかやっぱりここに、敷居が高いというかね、足が向かないという方がね多いんですよね。でも実際来てもらうと、来ていただけると、なんでもっと早く来なかったんだろうっていうね方が多いんです。だからもっともっと緩和ケアをね、知っていただいて、ここを利用していただけたらなと思うんです。痛みでしたら、痛みをしっかり取るようなお薬を使ったりとか、あるいは気持ちがおつらになれば、しっかりその気持ちを、聞くといいますか、これを傾聴といいますけども、そういうことをすることで、患者さんの癒しを、していく。現在は、今麻酔科にローテーションしている先生で、希望者の方約1週間ぐらいですね、こちらに来て我々と一緒に、行動してですね、見学、あるいは実際に患者さんと話してもらったりとか、そういうふうにしております。治療でね、がんが良くなる、完治すればもちろんね、それは素晴らしいことなんですけども、残念ながらなかなかがんっていうのがね、こう進行してくると良くならない、最終的には、亡くなる。でそのことでやっぱりいろんなこう辛いことがありますよね。死に直面する辛さとかね、さまざまな症状、さらには家族さんも辛い部分がある。それをしっかりとケアしてあげることで、非常にこう前向きになっていかれる患者さんですよね。そういう患者さんを見るとやはりこちらもね、力つけられますし、やはりそういう中で、やっぱり、ちょっとごがましい言い方しますけども、人間ってこう成長していくんですよね。そういうものを見せていただくと、こちらもすごく、人間ってすごいなって学びになりますよね。その辺がやりがいでしょうか。我々は奈良医大麻酔科のモットーは、楽しく仲良く、そして新しいことにチャレンジしていこうということで、できるだけチームワーク、チーム医療を重視しながら、去年とは違う何か新しいことをどんどんやっていこうと、しかも楽しく、そしてこの日本あるいは世界に発信できるような新しい試みをどんどんしていきたいなというふうに思っています。今回麻酔科のことを勉強していただいて、どうでしたか？勉強になりましたか？一番印象に残ったのは、先生方皆さんすごく麻酔科を縁の下で支えるとおっしゃってたように、あまり患者さんと関わらない分、ありがとうを言ってもらえる機会が少ないと思うんですけど、ただそれでも支えるっていう役割を果たしている意味で、すごいなと感じます。麻酔科は本当に優しい先生たちがたくさんいて、そして和気あいあいとした雰囲気もあるんですけども、皆さん研究をしていたり、すごく医療の発展に発展につながっていると思うので、皆さんもぜひぜひどんどん麻酔科を選んでいただきたいなと思いました。今日は一日、奈良県立医科大学附属病院麻酔科で麻酔科の先生に麻酔科についてたくさん勉強させていただきました。本当にためになることばっかりでした。これからは医療従事者になるものとして、しっかり勉強していきたいと思います。ありがとうございました。